はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい。アイアンはヒーロー、独了感想会。というわけでですね、私結構ね、漫画とかね、アニメは最近全然見てないんだけど、漫画はやっぱね、ちょっと好きでね、まあ今ね、紙媒体の漫画というか、まあ経済力もあんまないんで、漫画を買うことはあんまりなくなっちゃいましたけど、うん。やっぱね、漫画アプリっていうのが、まあ、いろいろありましてね。まあ、いろんな漫画サイトだったりとか、漫画アプリとかで、まあ、漫画読んでるんですけど、でね、結構私が好きで、結構前から使ってる漫画ワンっていうアプリがあるんですよね。サンデー系かな？だから、サンデーってどこだっけ？名前出てこないな。小学館か。小学館さんが多分運営してるサイト？なのか、サイトっていうかアプリだね。うん。まあ、多分元々はね、確か、裏サンデーっていうサイト？かな、なんかそのウェブ漫画のサイトがあって、それが発展アプリになったような感じなのかな。まあもう多分、まあ、裏サンデーっていうのはまだあるのかな、多分ね。サイトはあったはずなんだけど、多分連動してんのかな。まあとりあえずそれの、まあアプリ版みたいなもんですね、漫画版。それで、まあ一気読みっていうのがね、結構たまにあるんですけど、その中でね、I am a hero、ね、ずっともう半年ぐらい読んでたと思うんですよ。うん。いや、面白かったですね、この漫画。マジで面白かった。うん、結構、まあ今まで読んできた漫画の中で、まあ何位に入るとかって言われるとちょっと難しいんですけど、まあ本当いろんな作品読んできたから、そうなんですけど、うん。あ、で、ちなみにこれね、めちゃめちゃネタバレするんで、ネタバレは嫌やっていう人は、できればお引き取りください、この辺で。うん。まあ一応ね、私も、あくまでも本当、一回、しかも半年ぐらいかけて、1日1話とか2話ぐらいずつ読み続けて、やっと読み終わった。全部、ね、246話かな？全話で246話あるんで、103、いや、まあ、1日に多分2話読んでない日もあるんだけど、まあ多分やっぱ半年以上、130日って、あ、でもそうだね。多分12月ぐらいから読んでたはずなんですよ。去年の。うん。で、まあ半年ぐらいですよね。読んでました。というわけで、まあ、お話をね、していこうと思うんですけど、どっから話そうかなっていうか、話したいこといっぱいあるんですよね。てか、できればね、読んだ方とかと、共有したい。考え方とかね、考察を共有したいんだけど、まあ、ただちょっとね、やっぱ記憶が薄れてる部分もあるんで、全部は無理なんですけど、まあ、とりあえずね、話の重要なところだけ、いきますか。まず、概要ですね。まあ、これ別に書かなくてもいいかな。あらすじとか概要とか別にやらんできて、私がまあ、喋りたいところだけ喋ろうと思うんですけど、まあ一応ね、うん。まあ興味がある人にもね、あとまあ結構こういうネタバレとか逆に、まあ私のこの話聞いてから読もうとか思った人がいてくれたりとかすると嬉しいパターンもあるんで、まあ、あんまり深いところまで触っちゃうと、でも言ったらね、触りきれない部分いっぱいあるんでね、この漫画、多分。うん、あくまで推測の域というか、まあ、作品内で語られてない部分も結構あると思うんで、うん、まあ、とりあえず行きますか。概要、主人公、ですね。あれ、それ、秀夫の名字ってなんだっけ。あ、鈴木だ。鈴木秀夫ですけど、まあ、名前ぐらい出しとけ。主人公の名前重要だよね。うん、鈴木秀夫。この秀夫、これが重要ですよね。この秀夫、英雄と書いて、まあ、秀夫とも読む、この字ね。これですよね。ヒーローでございますね。まあ、これ結構ね、私はメッセージ性高いと思ってるんですよね。個人的にね。うん。確か35歳。漫画家だけど、泣かず飛ばずの漫画家。一応デビューはしたんだけど、なところで、まあ、アシスタントみたいなところに、まあ、うん。アシスタントになってますけどね。うん。ぐらいに甘んじやってる感じの人生。ただ、この主人公が特殊で、てかね、第1話からすげえなんか特殊なあれなんですけど、まあなんていうかね、妄想癖っていうのかな。めちゃめちゃ妄想癖が強い。あとなんか怖がりなのかな。なんかね、なんかね、幽霊的なものが見えちゃっているのかみたいな。ね、なんかそんな感じで、結構自宅でもビビりながらこう、ね。夜は怖いっていうか、暗いの怖いみたいな。まあ、この辺の話はね、まあ、いろいろあるし、てかまあ、全然、言っちゃうとね、大した主人公じゃないよね。本当おっさんやし、まあ別に肉体派でもない、戦えるような主人公でもない、漫画家、ケンアチネスさんとかね、妄想癖が非常に強いと。うん。
でね、でも、この、ね、主人公がね、あれですよね、偶然っていうかね、まあ、趣味なのかな。あの、射撃、クレー射撃なのかわからないけど、射撃ね。あの、本当に射撃、本物の銃を撃てる、本当射撃ね。っていうのを趣味としていて、これがまあ功を奏すわけですよね。まあ、これどうしようかな。むしろキャラクターごとに喋りたいこともあるっちゃあるんだけど、まあ概要だけね。で、まあこんな話の設定で主人公がいますよってとこなんで、で、最初はね、まあ妄想がこうね、ちょこちょこ挟みながら、まあその仕事に出向くわけですよね。アシスタントの。ね、仕事に出向いたりとかして、まあ、その同僚の話やらあれやこれやとか、まあ、ちょっとした話があったりとか、あとその、まあ、彼女さんがいたりとかね、もともとその結構そのファンの女の子だったんでね、その彼女さんがね、てっこ黒柳徹子みたいな名前の黒柳じゃないっけ、なんか名前ちゃうけどあれなんだっけ、でもあれまあそう黒柳徹子じゃないんだけどね、まあ、可愛い子ですけどね、が元々結構秀夫のファンでみたいなとこでね、の話があったりとか、あと中田さんっていうね、まああの結構そう複雑な、ね、三角関係があるんで、中田先生、中田コロリ先生、中田かな、とね、でね、そのコロリ先生とね、その徹子が付き合ってたけど、今は秀夫と徹子で付き合ってるよみたいな話があったりとか、まあ、結構割と本当に日常がこうね、12話ぐらいまで描かれていくわけですよね。この漫画の漫画家の先生のところのアシスタントしながらの日常生活ですよね。そういうのが描かれていくという感じですね。で、12話から、突如として、ですね、まあ、ちょっと伏線はちょこちょこあるし、まあ、実際このね、妄想癖っていうのが多分すげえ伏線だとは思うんだよね、これね、1話1話から。てかね、伏線が結構いろんなところにやっぱ散りばめられてて。多分改めて今1話から読み直して、本当はね、で、こういうのやった方がきっといいんだろうなと思いながらも、まあ、記憶が揮発する前にやっときたかったんで喋ってるんですけど、ほんで、ですね、こっから激変するわけですよ。まあ、11話だけ10話ぐらいから、まあ、その片鱗はあるんだけどね。なんか、なんやろ。ヒデオが仕事と職場から帰り際に、なんかタクシーだかに女の人バーン跳ねられて、引かれたんだけど、スタスタ歩いていくみたいな、なんかあったりとか、あと、その漫画家の先生のところの、とこで、女の子がいて、その女の子が、まあ、しばらく出勤してないみたいなやつがあったりとかね。で、テッコが、まあ、ちょっと、外歩いてたら変な女の子に噛まれたみたいな話とかしてるんですけど、で、そっからですね、このパワーワードが出てますね。これね。これなんて読むかで、これゾキュンですね。ゾキュン。ゾキュン。ゾキュンですね。ゾキュンアクションみたいなことがね、多分、歌い文句で書かれてると思うんだけど、まあ、あれですよね。まあ、なんか、多分ゾンビとドキュンがくっついたみたいな言葉。なぜかね、いつの間にかそういう言葉になってるんだけど、まあ、ゾキュンっていうのが出てくると。これがまあ、言ったらゾンビみたいなもんで、まあ結構あるじゃないですか。ゾンビ映画とかゾンビ漫画とか、まあ、ゾンビアニメとかいろいろあると思うんだけど、まあやっぱ噛まれたりとかすると、噛まれたり、なんだ、その、感染者の血液とかが、こう、まあ、入っちゃう。ただ、口とか目とか入っちゃうと感染しちゃうよみたいな感じなんですけど、で、テッコがもうすでにそのね、噛まれたって言ってて、で、まあ、ヒデオが、射撃のね、確か休日なんかはなんかな、で、まあ、射撃行くか、言うて、で、家出て、その前にテッコのとこ寄ってこう、言うて寄ったら、あれ、テッコどうした？あ、だからその前にね、テッコがもう、あれなんだ、その伏線もあったけど、メールしてんだけど、メール出ないと。で、結構、ちょっとね、その二人で話してて、やりとりがあって、で、まだお前は中田のことが好きなんかい、みたいなね、なんかちょっとした、そんなね、まあ、そんなセリフじゃないんだけど、まあ、似たような、そんな、ちょっとしたね、チワ喧嘩みたいなのがあって、で、それが気まずくて返事返ってこないのかなと思ってたら、まぁ、ちょっと寝込んでてみたいな。で、でもなんで寝込んでたかっていうと、その、やっぱ女の子に噛まれてたのが原因で、そのゾキュンのあれが発症しててみたいな。で、だから、まぁ、ヒデオが家訪ねていくと、もうなんか、テッコがね、もう、ベッドの上で寝転がってるんですよね。ヒデオはね、変な趣味があって、なんやろ。結構アパートとかさ、の、ね、ドア。で郵便口側のドアについてるやつあるじゃないですか。そっから覗いて、
でそこでキスをするとかっていう変な趣味があったりとかするんだけど、どんな趣味なんだかできるのかとか思ったけど、まあそこで、ね、今日覗くね、覗いてみてとかっていうのが、それ覗いたらなんか結構ベッドの上で横になってるなと思ったら、なんかね、でもハエがなんかすげえなんかくせえなみたいな、なんかたかってるなみたいな。じゃあなんかテッコがむくりと起き上がってきて、したらもうね、なんか雑巾化してるんですよね。うん。で、その雑巾化したテッコが襲ってくると。キャーなるわけですけど、でもヒデオはですね、そこでまあね、テッコとまあ一悶着あって、でもテッコがね、あのドアにかじりついてね、歯が全部抜けるんですけど、でも逆にその歯が全部抜けたテッコに噛まれるんですよ、ヒデオはね。でヒデオはそこで噛まれたけど感染したかどうかっていうのがまあわからん状況、うん、なんですよね。まあその辺も結構伏線になってる感じなんですけど。てかこれ待ってこれ待って、その1話からそんな丁寧に説明していくの？その1話っていうか、あのそんな全1話1話やってたら、おこれ多分何時間になるんだこの動画ってなっちゃうから、ちょっと待ってね、はしょる。あ、まあ大事なところなんだけどね。まあ導入は大事か。うん。まあでもこれがね、なかなかね、どうしようかな。これね、喋りたいこと多すぎて、あれ難しいなぁ、これね。うん、めっちゃ困るわって。やかましいわって。で、まあそこでとりあえず、まあ結構ね、結局、まあうーんってやっちゃうわけですけど、あれやこれですね。で、しかも、ゾキュンって、基本的になんていうのかな、感染するパターンだけだっけ？これちょっとね、うろ覚えなんですよね。なんか後半まで読んでいくと。うん。例えば死んだ人間がゾンビ化するっていうような設定はなかったかな、確か。多分。うん。やっぱ何らかの感染、要はその感染者に触れたら、ゾキンの患者に触れたら感染するっていう内容だったような気がするんですけどね。うん。だったっけ？なんかでも死体がゾキンになってなかったっけ？なかったっけ？ちょっとグローバルですね、その辺はごめんなさいね。うん。で、まあ、鉄鋼をね、撃退するわけですが、で、結局、鉄鋼をね、拘束するんだけど、最終的に、まあ、ヒデオは、鉄鋼の首を落とすと。うん。ちょっと切ないシーンがあるわけですけれど、うん。で、それで、まあね、街に出てくと、もうすでにね、街が大パニック状態になってるわけですよ。まあ、そんな楽しそうに言うなよって話なんだけど、うん、なってて、あーって、ゾキンが溢れ返ってると。でも、やっぱでも、みんな日常にはまだいるわけだよね。でも結構、だからやっぱ特に平和ボケしてる感じがめちゃめちゃあるね。日本が舞台なんでね、完全に。うん。なんで、全然気づいてない人もいれば、もう当事者たちは、うわーって悲惨なことになってるんだけど、なんかうるせえなーぐらいな感じなんだよね。気づいてない人はね。でもやっぱ街中とかにもゾキンがそろそろ、こう、ちょっとずつ出てきてる感じ。うん。で、ヒデオがその後結局、その、ね、漫画家のところに一回、職場に顔を出すんだよね。なんで出したんだっけ？なんかあれだったっけ？出した理由ちょっと忘れちゃったんだけど、うん。で、職場に行ったら、まあ、その、ちょっと嫌いなね、同僚のね、三谷だったっけな、三谷さんって人がいるんですけど、三谷さんがね、なんかね、バトってるんでね、確かもう先生がね、漫画家の先生がすでにゾキン化してて、その先生を倒しいのをしたら、あ、そう、これも伏線になってるんだけど、その、もうすでにね、その先生とね、その女の子が付き合ってたみたいな感じがあって、で、もう一人同僚がいるのかな？その同僚がその女の子のこと好きで、みたいな。あ、違う、三谷がその女の子の好きだったんだけどな。うん。でも、あの二人絶対付き合ってるぜ、みたいな話してて、うん。でも結局、多分、その漫画家の先生と、その女の子は、もう、普通になんかいろいろ一悶着があって、で、あ、でも、そうか、やっぱり、そうなのかな？うん。やっぱ、あれか。死体っていうか、が、ゾキン化するのかな。で、そのもうね、漫画家の女の子、実は、あの、アシスタの女の子は、なんか多分、それなんで死んでるかわかんないんだけど、あの、お風呂場で死んでるんですよ。すでにね。あ、だから、ヒデオとかがアシスタントに行ってる時に、すでに死んでるっていうか、ちょっと、うん。なんか、お風呂場でなんか死んでるような描写がすでにある。だけど、その子が、そこのね、ヒデオが訪ねた時に、三谷がバトルしてるんだけど、それで、まあ、漫画家の先生が倒しいのからのその女の子がすげえなんか多分ねあの風呂場にずっとつけてたかわからんけどブクブクななんかねすげえ気持ち悪いんだけどなんか口がもわってもっこりしてなんか口の中になんか入ってんだけどあれ何だったんだろうね。うん。まあそれと戦ったりとかして
二人かかりでなんとか倒しいのみたいな話してて、で逃げるぞ言うてたら、あの三谷さんがなぜか飛行機に首持ってかれてみたいな、すごいんですよね描写がね。うん、まあその辺の話はぜひ見ていただきたいというか、うん、なってね、まあいろいろ一悶着があって、で秀夫はねもう逃げ、街を逃げ回るんだよね。で逃げ回ってる間にタクシー乗ったりとかしてたら、多分タクシーのもううんちゃんとかも、ね、一緒に同乗してるお客とかもみんな感染してるやつらで、あわわわわみたいな感じで、もうあれやこれやなって、でも結局逃げよう逃げよう言うて、結局あれどこだっけ、都内かな、都内だよね確かね、最初ねスタート。結構リアルなあれなんですよね。私としてはね、結構あの埼玉県民なんで、越谷とか出てくると結構おーっと思うんだけど、あとね、これね、背景すごいね、絵の描き込みがすごくて、あれなんですよね、ただ、なんか話によると、あの多分実写のトレースみたいなことなのかな、多分ね。なんですごい、わかる人にはめちゃめちゃその、ある意味聖地になるような感じの、うん、もうリアル背景がまんまなんで、うん、すごいんですけどね。だから逆に言うと、それが、人によっては、キャラクターの絵と背景が、すごい浮いてるというか、ちょっと合ってねえんじゃねえかと思う人もいるかもしれない。うん、私もなんかちょっと、なんか車走らせるシーンとかちょっと思うとこあったけど、まあ気になる人は気になるけど、気にならない人は多分気にならないかなっていうか、まあ、でもめちゃめちゃね、細かいですよ。だからね、背景とかもめちゃめちゃ細かいし、キャラクターとかもね、あの絵はめちゃめちゃ本当お上手ですよね。うん。ただ絵柄が、多分好みは分かれるかもしれないですけど、うん、私はまあ結構好きな絵柄でございましたね。うん、やっぱキャラクター一人一人の個性がめっちゃ出てるし、描き分けすごいですしね。うん、で、そんな話を置いといて、で、まあまあ一文字かで逃げてくって言って、まあどうしようかな、その辺の話はいいかな、そろそろ大筋っていうか、話はやめようか。うん。で、まあそんなのでいろいろあって、で、そこでまあヒロミちゃんっていうね、ヒロインのことあって、まあ一応ヒロインでいいのかな、うん。ヒロミちゃんね、早狩りヒロミちゃんかな、うん。にあったりとかして、これ書くとあれやね、うん、もう書いてきたいっちゃ書いてきたいんだけど、まあいいか。うん、で、あの富士ね、そこでいろんながあって、で富士山の方に、なんやろ、富士山で合ってるかな、富士山だよね。でなんか山の方だと、要はたくなんか表層、なんか変な噂が出回ってて、あの標高が高い方に行けば感染しなくなるとか、なんかそんな話がなんか出回ったりとかしてて、人がゾロゾロと山の方に行くんだよね。うん、で、まあ、秀夫たちもそこに行くんだけど、ただもう人が集まりすぎちゃって、で赤ん坊とかがね、くしゃがしゃかって除菌化した赤ん坊とかが来てて、まあ、結構、まあ、もう大パニックになってくんだけど、うん、でそこでひろみちゃんもちょっと首の後ろ噛まれたりとかしちゃって、ちょっと感染が始まっていくみたいな感じになっていくね。ヒロインいきなり噛まれたみたいなとこあるんだけど、うん。あわわわわってなっていくんですけど、まあある意味最初のヒロインはテッコだからね。テッコなんかいきなり退場だからね。うん。で、これ何があとね、面白いかっていうとね、あれなんですよね。これ多分作品が2009年か2008年の頃なのかな、わかんないけど。結構あのね、2チャンネルとかの、あの、だからね、結構リアル感が本当出てて、うん。これ、ゾキンとかが出てて、パニックになってるんですよ。で、その模様とかを、ね、2ちゃんとかの掲示板とかでやり取りしてる感じとかが結構出てて、ほんとまんま2ちゃんみたいな感じでね。まあ、今5ちゃんなのかな、うん。なんだけど、その辺のやつとかが面白くてね、結構引きこもりのやつらとかが、うん。ね、こう、やべえ、どうしようとか言いながらやっててね、うん。結構ね、そういうの面白くて、しかもそれが結構割と後半に伏線になってたりとかするんだよね。俺ね、設定が結構面白いんですよね。登場人物も一人一人結構ね、うん、熱くて、うん、面白いんですよね。どうしようか、流れ、なんか書くことある、いっぱい書こうと思ったらめちゃめちゃ膨大になっちゃうから、逆にあれかな、で、書いていきたいこといっぱいあるな、これむしろ、なんかパート1で、終わらせていいものかっていうか、なんかひたすら喋りたいな。もうなんか逆に、もう一人のキャラクターを延々と掘り下げたいところもちょっとあるよね、これね。どうしようかな。うん。本当はこのパート1で終わらせようと思ったんだけど、これ難しいですね。どうしようかな。今日はじゃあちょっとまとめみたいな感じ。まとめっていうか、ちょっとした、なんかざーっと言って、まあ需要がありそうだったら、キャラクター一人一人にスポット当てて、そのキャラクターの話を掘り下げようかな。そういうのもいいかもね。うん。まあ、需要あるかわかんないけどね。まあまあまあ。
で、まあそんな一文字があって、でひろみちゃんがすでにもう速攻で感染したんだよね。うん、でしかも除菌化しちゃってるんだけど、なんかちょっと様子が違うんだよね。で結構細かいあれがないんだよね。割とね、なんていうのかな、シーンをね、うまい具合にこう切り取るんだよね。うん、何があったかとか、だからひろみちゃんがこうね、まあ、あの富士山のところで、あとおっさんに助けられるんだよね。そう、なんやっけ、とりあえずその神社みたいなところに集まって、ひろみちゃん噛まれたりとかしちゃってやべえんだけど、とりあえず一回離れようって言って逃げてくんだけど、人混みがやべえってなってて、ひでおはもうそこで銃バーンって撃って、もうそこでなんか、なんやろ、あ、それよく考えたらあれいたのかな、なんかそう、そこですでになんかね、なんやろ、クルスの話してるやつがいるんだよね。クルスね、これもねキーワードなんだよね、クルスね。うん、っていうのがあるんでね。これね、ゾキュンとクルスっていうのは切って切り離せない関係かな。うん。でもそれで逃げて、それで、ね、カメラマンだっけ、あの人。なんかおっさんに助けてもらうんだよね。おっさんっていうか、おっちゃんに助けてもらって逃げていくんだけど、で、そのおっちゃんと一緒に、それで車に乗せてもらって、おっちゃんと一緒に富士の上の方に行くんだよね。ひろみちゃんと3人で。で、そこで、まぁ、あ、ちょっと、ね、こっそりと、あれやこれややって、まあ晩酌じゃないけど、うん。まあ食料確保したりとかして、で、一夜を明かすんだけど、で、車の中で寝てたひろみちゃんが、ゾキュン化したっていうようなシーンで、一回終わるんだよね。で、そのシーンから、次ひろみちゃんと出てくるのどうなってるかっていうと、なんか拘束状態になってるんだよね、ひろみちゃんをね。うん。寝袋みたいのに入れとくみたいな感じで、でもだからそこを一気に話あるんだよね。そこをどうやってそこをやったのかっていう、ひろみちゃんをどうやって抑え込んだのかとかっていうのは描かれてない。うん、だけど、それでまあ運んでいくんだけど、で、しかも、で、道中ゾキュンに襲われた時に、ひろみちゃんをなんか戦闘要員として、なんか戦わせるみたいな、なんか、だから、それどうやって知ったのかなみたいなのあるけどね。うん。会話なんかできないんだけどね。まあ言っちゃうとね、もうネタバレしちゃうからあれなんですけど、まあゾキュンっていうのは、まあ割となんてことはない。一般的な、なんか、感染した人がゾキュンなんだけど、で、クルスっていうのが、まあ、感染した人間なんだけど、なんかね、あれ何なんだろうね、心を閉ざしてるとか、なんかそういう設定なのかな、確か。人間とか、あとなんか、妄想というか、なんていうか、うん。とりあえず、まあなんかちょっと、引きこもりとか、なんかこう、心をほんと閉ざしてるような、パンピーじゃない、パンピーって、パンピーじゃねえや、なんていうのか、まあ、パンピーっていうかね、まあ、パリピとかパンピーとか、まあなんか、あるけど、まあ、そういうね、まあ本当普通の人じゃなくて、ちょっとなんか心になんかこう、闇というか、思ってる人間はなんかクルス化するみたいな。なんかクルスっていうか、まあだから、あとゾキュン化するとね、なんか単純にもう、やっぱ結構なんかゾンビ映画とかでもあるけど、なんかグールとかになったりすると、なんか、要は多分リミッターが外れるからなんだろうけど、めちゃめちゃ力が強くなったりとかね。うん。まあ人を襲うようになったりとかする。凶暴性が増したりとかするんだけど、でクルスっていうのは割と、なんか普通に会話も一応できるっていうね、設定があって、これは結構特殊だよね。これはね、一応ね、なんやろ、なんか YouTube 的な動画で、クルスだって言ってるやつが出てくるんだけど、うん。で、それでクルス教みたいなやつがね、まあ、パニック状態だから、まあ一部で崇められたりとかしていくんだけどね、クルスってやつが。で、このクルスっていうのがね、今後まあいろいろかかってくるし、で、まあ最終的にネタバレにはなるんだけど、まあクルスっていうのが、まあまあ要は、なんて言うんだろうね。でもそもそもね、ゾキュンもクルスも、まあ、なんていうのかな、同じものではあるんだけど、てかそもそもね、なんていうのかな、まあゾキュンもクルスも人間もね、みんな一緒みたいな感じなんだけど、これだからね、多分エヴァとか見た人ならわかると思うんだけどね、結構なんていうのかな、人類補完計画みたいな感じだよね。最終的にはね。うん。ゾキュンとかも合体していくんですよね。くっついて一つのあれになってて、意識を共有していくみたいな。うん。まあ結構あれなんですよね、善は一、一は善みたいなやつ。うん。みたいな感じでね。うん。だからまあクルスもクルスで繋がってて、いろんなね、途中でいろんな人間が、まあ、てかいろんなグループが出てきたりとかね、結構だから話がね、いろいろ進んでいくんだけど、結局ね、ヒデオたちもそのまま富士山出た後に、ショッピングモールに行くのかな、その後。で、ショッピングモールで、下界っていうか、要は上層階だけで、
はしごとかを使わないと誰も登れないような状態で、上のところで、まあ、安全に、キャンプというか、まあ、なんか作ってるグループに会うんだよね。うん、まあ、そこで小田さん、小田つぐみさんとかが出てくるわけですけど、これどうしようかな。めちゃめちゃいろんなことあるんだけど、まあ、しかも今結構割と確信部分言ったけどね。うん、ただね、これも語られてないんだけど、まあ、一応ね、外国の特シーンもちょこちょこ出てくるんですよね、これね。結構面白いよね。台湾だか中国とかに、ヒデオがね、いてた出版社の、編集者なのかな、確か。うん。の男女が旅行に行ったりとかしてて、そこもなんかまあ、パニックになったりとかしていくみたいなやつが描かれたりとか、あとほんと全然関係ない。フランスとか、イタリアだっかな、だからまあその辺のやつが描かれたりとかしてて、でそっちとかでも、まあいろいろあって、で、結構ね、ゾキュン化した人間たち、なんかゾキュン側の視点とかが描かれたりとかね。ただゾキュンのね、ちょっと設定っていうのがいまいちちょっとね、逆に分かんなくなってくるんでね、読んでいくと。ぶっちゃけ言うとゾキュンって、ゾンビ化したって、もう何も思考能力もない、あーとかっていうようなじゃなくて、実は、ゾキュン化しても、生前と同じような意識があって、ただ、逆に言うと、ゾキュンたちは、自分がゾキュン化したこと気づいてないみたいな。わかんないけどね。ただでもめちゃめちゃ人を襲うから、なんか、逆に、まあ、自覚はあって、でも仲間にしようというか、逆に言うと、集合体というか、うん、一つになろうとする意志が、まあ、全くだからそういう、まあ多分、何パターンかあるんだろうけどね。もう、ただ、もう、ひたすら、なんやろう、もう、ゾキン仲間を増やすために、ただ、もう、そういうふうに行動するしかなくなったやつもいれば、生前と同じような、普通の習慣を持ってるゾキンもいたりとか、で、さらに、まあ、多分段階はあるんだろうね。うん。で、クルース化するやつもいるというような話があって。まあだからね、結構、これもだから読んでいかないと全然わかんない話で、でもそれが少しずつ紐解かれていくんだよね。うん。で、ショッピングモールであれやこれやあったり、まあベーコンの話が出てきたり、ベーコンは大した話じゃないんだけど、うん、まあね、漫画版だとね、結構ネタ化されててね、ベーコンを頼むぜみたいなネタがあったりとかするんだけど、まあ私、ああいうノリ嫌いじゃないです。うん。でそのショッピングモールの後に、小田さんとかと一緒に逃げてくんだよね。小田さんとひろみちゃん。で、ひろみちゃんは、まあ、結局、ちょっとね、いろいろあって、頭にね、ちょっと、栗を発射されて、うんってなっちゃうんだけど、逆にその栗のおかげで、一回人間っていうか、元に戻るんだよね。うん。意識が元に戻るっていうか。うん。逆にヒロミちゃんの視点も面白いんだけどね。人間じゃないバージョンのヒロミちゃん。人間じゃないっていうか、半ゾキュン化してる時のね。まあ、クルス化というか、クルス化でもないのかな。半ゾキュン化みたいな感じだったね、あれね。描かれてるんですけど、これがね、なかなかまあ視点も面白かったりするんだけどね。で、それで結局、小田さんが一応、病院勤めというか、看護師の経験があったりとかするから、まあ、ヒロミちゃんの頭のね、釘みたいなのを抜いてあげたりとかして、でそれでまあヒロミちゃん復活とかするんだけど、これ逆に今度ね、そういうパニック状態だからってのもあるんだけど、やっぱりほら、そういう状況でなるとよくあるじゃないですか。やっぱ人間の生存本能っていうのが一番強くなるから、やっぱこの男女のね、関係とかね、なんかヒデオとつぐみさんの、ね、関係があるんだけど、ヒロミちゃんもヒロミちゃんでなんかこう、ヒデオが好きでみたいな、この三角関係がモヤモヤしてきて、でそのモヤモヤの挙句にこう、あれやこれやとなって、まあ、地上のもつれのようなことになって、まあ、小田さんがああなったりとかして、で、その小田さんがああなるときに、その間に、あとあれか、そこが描かれる前に、別視点でね、たかしくんの話が出てきたよね。たかしくんがね、引きこもりのたかしくんが、ね、掲示板とかで、クルスとコンタクト取って、クルスが迎えに来るみたいな話があるんだよね。ちょっと越谷に近かったからかな、多分。わかんないけど。そう。もう、たかしくんのお母さんが、たかし、たかしって生前のね、あれで習慣で、こうね、家の、部屋の前でこう、いるから、出るに出れねえし、食料尽きるし、やべえ、どうしよう、どうしよう、つってね、パソコンに向かってこう、やり取りしてるってね、2チャンネルで書き込みしてるみたいな。
なんかあるんだけど、で、まあ、クルスが来て、みたいなね。で、そこからいろいろあって、で、そのクルスグループに高志くんが行って、で、そこでね、まあ、きっときんと戦ってる、ね、まあ、とある2階に今日構えて、戦ってるグループがあって、で、そこにいろいろあるんですよね。で、そこで、なんかね、結構寡黙な女の人がいたりとか、ね、最強のおばちゃんがいたりとか、トマベチっていうちょっとムカつく感じの偉そうなおっさんがいたりとか、あとこの前来た中学生の男女がいたりとか、まあいろいろそのグループに入るね。あとね、コアシ君がいるんだけど、うん。ちょっとね、頼りになりそうなコアシ君とかがいるんだけどね。まあそんなあれがあったりとか、あとはちょっと離れたところに、なんかスナイパーの親子かな、あれがいたりとかね。まあその一応そのグループにの視点があったりとか出てきて、その前グループの視点も面白いんだよね。で、そこでさっき言った寡黙な女の人っていうのが、そのね、まあ、小田さんの妹なんだけど、小田さんの妹が、ただ、小田さんの妹をね、あれだから、あれなんだよね。基本的には2階からしか入れないようにしてるんだけど、1階でも生活はしてるんだよね。で、その1階で、その小田さんの妹が、まあ、本かなんかよく読んでるんだけど、ね、風呂場でこうやって、風呂場にはまりながら本読んでたら、窓ガラスバチャン割られて、ゾキン入ってきちゃって、で、感染しちゃってる、みたいな話でね。うん。で、まあ、小田さんの妹、そのままやってとか言っちゃうんだけど、その小田さんの妹がめちゃめちゃね、最後ね、活躍するんだよね。うん。しかも、結構ゾキン化すると、なんか繋がるっていう、うん、感じがあって、その小田さんの妹は、だからまあ、小田さんがね、こう、ゾキン化した時に、こう、実は繋がってて、みたいな。で、小田さんがそう、こうね、感染した時になんかわけわかんないこと言ってるセリフなんだけど、実はそれ妹と会話してたみたいな伏線が回収されたりとかするんだけど、まあその辺も結構、おーとか思ったりとかね、するんだけど、これね、まあもう語り尽くせないというか、こんな短時間で語ってもね、はしょるしかない。結局、で、最終的にどうなっていくかっていうと、まあね、で、まあひろみちゃんでは、もう結局小田さんは、もうね、いろいろあって、和田さんももう感染しちゃったから、殺してくれって言って、で、まあ、結局、秀夫は殺せねえからって言って、まあ、ひろみちゃんが、うんってやるんですけど、うん。で、そんな話があったりとかして、まあ、で、それで結局でもね、ひろみちゃんもまあ、その三角関係で、うん、悩んだたりとかね、うん、あれやこれやと考えたりとかしてるんだけど、で、ひろみちゃんと和田さんの逃避行が始まったりとか、あとは別視点で、その、ね、中田先生の話が出てくるんですよ。中田コロリさんのね。だから結構視点がいっぱいあるんだよね。高志グループの、でも高志グループの話はその後学校に行こうっつって、まあ、学校へ行こうみたいな、まあ本当にいろいろあるんだけどね。うん。まあ、語り尽くせないんだけどね。で、学校行ったらそれはそれで、なんかね。で、学校のゾキンもね、結構特殊で、あれこそなんかあれなのかな。学校のゾキン襲ってこないんだよね。教室にいっぱいいるんだけど、うじゃうじゃね。うん。あれはどういうことなんだろうね。生前の習慣というよりは、まああれはだから多分、こうやって、旗から見たらただ突っ立ってるだけに見えるんだけど、ゾキン同士では多分会話してたのかもしれないね、もしかしたらね。普通に、なんか、雑談をしてたのかもしれない。わかんないけど。で、そこにパン1のまた別のクルスがいるんだよね。その学校をねじろうというか、仕切ってたっていうほどでもないかわからないけど。そのクルスがいて、で、クルス、高志側にいたクルスと、そのクルス、パンイチのおっさんが戦ったりとかする。うん。で、あれ、その後どうなんだっけ？高志がでも、高志その時どうなってたっけ？違う、高志もすでにいねえのか？そう、高志はもう、高志逃げた、あれ？高志なんかミスったんだよね。高志、あれだ、一人で逃げる羽目になったんだっけ？うん。で、タカシは、クルスに、あーってやられちゃって、川にドボンするんだけど、タカシ、まあ、タカシもタカシで結局闇が深くて、タカシも最終的にクルス化するんだけど、まあ、そんなね、もう、あれやこれやなんですけどね、キャラクターがめちゃめちゃ多いからね。で、別視点があって、で、今度中田先生側の視点も出てくるんだよね。でかいビルに拠点構えてて、で、すごい、結構でかい組織っていうか、まあ、でもあんまり人出てこないけどね。めちゃめちゃ人はいるんだけど、一部の人しかまあ、スポット当たんないんだけど。しかも結構後半の話になってくるから、多分いろいろ組織があったけど、なんか何々係とかなんかいろいろね、組織図があったりとかするんだけど、でもその一番偉そうなやつがいるんだけど、そいつがまあ、浅田教とかいうのやってて、で、最終的にヘリで逃げようとかするんだよね。
で、まあ、その、さながら、まあ、ラストの舞台にその辺になってくるんだけど、で、結局、ひとみちゃんは、キリオと一緒にいるんだけど、なんか、船のおっちゃんに助けられるんだよね。まあ、もうなんかね、ゾッキンが合体したやつがいたりとかして、あと、まあ、間に、まあ、ひろみと、ヒデオが、まあ、あれするんですけど、あれしたりとかね、して、まあ、絆を深めたりとかするんだけど、逆にこう、なんかいろいろと、ひろみちゃんも悶々としていくんだよね。やっぱ、お父さんをこう、殺したのは私なんだみたいな、なんかその罪の意識なんだか、なんかいろいろあったりとかして、ね。まあ、お父さんもずっと言ってたんだけどね、そのね、女がこう、いると、複数いると、揉めるぜみたいなこと言ってて、まあ、それもやっぱ現実になっていくみたいな。話があって、で、ね、結局、ね、大型ゾキンから逃げるときに船のおっちゃんに助けてもらって、船のおっちゃんの、ただ、船のおっちゃんの孫がすでに感染してて、で、ヒロミがわかるからって言って、ちょっと様子見に行くんだけど、そこでなんかこう、ゾキンと多分繋がって、はぁってなって、いや、小田さん殺したのは私なんだって、なんかその視点、がなって、みたいなね。だからヒロミも結局ゾキュンと繋がってて、まあ、クルス化してるというか、まあ、ゾキュンとあれだから、だからその赤ん坊、車の下にいた赤ん坊を実は自分がその繋がって小田さんに、その小田さんいなくなればヒデオと2人になれるみたいな感じになったのか分かんないけど、まあ、赤ん坊が小田さんの足に噛みつくんだけど、それ実は自分がやったんじゃないかみたいな感じになって、でなんかどうしようみたいなでなって、最終的に大型のゾキュンと、ね、ヒロミがこう取り込まれるっていうか、まあ自らの意思なのか、さよならって言って、まあいくねって言った感じで、もヒデオはもうヒロミ助けなって なってくけど、まあそっからがね裏がなんかなんていうのかな、空回り感が半端ないでね、主人公ヒデオの。でまあいろいろあって、でまあ、あとね、あの、たかしグループの話とかが、まあ、ちょこちょこあって、でも、たかしグループの話もね、いろいろ言いたいことあるんだけど、で結構頼りになるなと思った小橋くんいつの間にか雑巾化してて、中田先生グループに切り替わった時に、小橋くんの雑巾化したやつが出てくるんだよね。でも、小橋くん以外実はいるとみんな無事で、でも、小橋くんがどうして雑巾になったのかっていうのが描かれてないっていうね、ちょっと気になるわ、みたいな。意外だよね。逆にその小橋くんがゾキュン化したことによって、たかしグループ全滅したんじゃねっていうような、多分、風に読ませるようなとこもあったけど、でも結局みんな無事なんだよね。ただおばちゃんだけはちょっと考え合わねえって、おばちゃん、最強のおばちゃんが離反っていうか、まあ、お風呂で出会うんだけど、とかね、あったりとか、まあ中学生グループとかも無事で、でまあたかしがね、まあ最終的に、クルス、ね、パン一になるなと、なぜかクルスになるとみんなパン一になるんだけど、ブリーフ一枚になるっていうね。あれ何なんだろうとか思うけど。まあまあ、そんなのが、まあ分かりやすくていいけどね。あとあれか、あとあれ、そう、そもそもあと温泉の話があったね。そう、温泉の話もあったな。小田さんとヒロミとヒデオの3人で温泉行った時に、あれもよく分かんないよね。で、ヒロミと小田さんはね、もうヒロミが食い止めた間にとりあえず温泉入ってるっていうね、お前らそんな、まあまあ、みたいな思うけど、でも結局ヒロミは一人で抑えきれないんだけど、そこになんか、なぜか合体クルスみたいなのが来て、合体クルスにヒロミが飲み込まれて、みたいなね、でも結局そこでもヒロミは感染したかよく分かってないような状況になってるんだよね。まあ、動画も面白いよね。だから結構ね、なんかもう、ごめんなさいね、もう、いろんなね、時系列がね、まあ、確かに実際、結構何シーンも結構間で切り替わるんですけど、まあ、時系列的にはちょっといろいろね、ごちゃごちゃ言っちゃったんだけど、まあ、もちろん、そのまま、ストーリー説明するというよりは、本当にもうただ、感想会なんであれなんですけど、まあ、ストーリーが気になる方はぜひね、頭から読んでもらいたいんだけど、だから私ももう一回読み直したいぐらいなんですけどね。まあ、設定がね、結構、分かった上で読んでいくと面白いかも。こういう伏線だったんだなとか読み返せるし、まあだから結構でもね、最初に多分ね、物言うのここなのかなって気がする。で、まあいろいろあって、一悶着あって、で、まあ中田グループとかは、最初的にね、ヘリで脱出して、島で割とまったりスローライフになったりとかするんだけど、まあ多分、描かれてないだけで、また別のね、結構多分生き残ってる人間結構いて、しかも最初的にね、ゾキンなんか止まるんだよね。ゾキンの合体したやつ。とかもね、ひろみちゃんとかのやつも結局沈黙するんだけど、で、その沈黙した町で、ヒデオが最終的に一人になるんだよね。もうね、まるでね、アイアムレジェンドっていうね、映画を思い出したんですけど、で、そのヒデオは一人になった状態で、
そうだから誰とももう、だからしかも秀夫が最終的に最後の方アホでね、アホでっていうかね、まあそれもなんか秀夫らしさなんだろうなと思うんだけどね、まあ多分あそこはすごい人によってはね、賛否両論っていうか、あれだなと思うシーンなんだけどね。ね、秀夫が結構逃げて逃げて、クレーンの上とかに行って、でそっからね、その、仲田たちがいるビルの屋上とか見るんだけど、スコープ越しにね、うん。でパン一のやつが襲われてる、おっさんが襲われてるっていう、なぜか、ね、そう勘違いして、ね、ゾキュンっていうか、クルスの方を味方して、なんか、で、中田たちを撃とうとするっていうね。うん。しかも中田結局撃たれるんだけど、逆にその、拾った鈴木のレアボンを腹に仕込んでて助かるみたいな。秀夫さんが助けてくれましたって言うんだけど、撃ったの秀夫なんだよね。なんという皮肉。うん。まあそんなんがあったりとかして、結局でも秀夫はそこでね、まあ、助かりはするんだけど、結局ね、そういう生き残った人間たちとは絡まずに、ちょっとだけ接点ができるんだけど、結局認識することもほぼなく、認識されることもなく、一人で池袋に残る。で、池袋で、延々と一人生活をしていくっていうね、うん。生き残って。それで、まあ、生き残って俺が英雄になるんだみたいな感じのことを言ってるんだけど、まあ、なんていうか、痛々しいというかね。うん。で、まあ、そこで、まあ、あとね、ゾキュンの不思議なところは人間にしか感染しないんだよね。動物には感染しないっていうね。よくあるじゃないですか。ゾンビものだと、結構ね、動物とかにも感染するっていうかね、まあ、バイオとかだったら犬とか強いとかって話もあるんだけど、カラス強いとかあるんだけど、そういうのはなくて、あくまでだから人間がテーマになってる作品っていう感じなのかな。うん。だから結構ね、深いですよね。ただまあ、人によっては多分消化不良なところもあるかもしれない。なんかあんまり具体的に最終的に説明されないから。で、しかも終わり方が結構人によっては打ち切りとか思うのかもしれないけど、私はあれでいいかなと思うんだよね。まあ、秀夫が本当最終的に一人のまま終わるんだけど、あのね、動物飼ったりとかしながらして、ね、命をもらって生きていくみたいなね、話になっていくんですけど、だからね、結構、なんかね、このアイアムはヒーローっていうね、まあ、ヒーローとは何なのかっていうようなとこもあるし、まあ、結局、アイアムはヒーローというか、アイアムはヒデオなんじゃねえかっていうね、終わり方ですよね。もう、本当、もう、都内にね、一人で、なんか生きていくみたいな、なんか。しかもあとね、秀夫が特殊だなっていう、でも、なんかね、ほんとね、パッと、ほんと冴えないステータスじゃないですか。秀夫なんだけど、本来ならなんかね、まあ結構作中でも言ってるんだけど、まあこういうパニックとかになったら真っ先に死ぬようなキャラクターだよなとか言ってるんですけど、結構でも秀夫ってすごくて、まあその射撃の腕とか、まあ、どうこうとかあれなんだけど、なんていうか、ここに絡まないというか、人間ではもちろんあるんだけど、で、最初にテッコに噛まれるんだけど、ゾキュン化してない。クルス化もしてない。どっちなんだろうねっていう。しかも間にあとはあのクルス、合体クルスみたいなのに飲み込まれたりとかするんだけど、なんか、感染したような感じしないんだよね。あと結構感染した、ゾキュン化というかクルス化した時の特徴として、なんかね、髪がめちゃめちゃ伸びたり。だから、ヒロミちゃんとかも髪めっちゃ伸びるんだよね。まあ途中で切ったりとかするんだけど、でもヒデオは、髪とか伸びないんだよね。だから、タカシとかもね、髪めっちゃ伸びるっていうか、もう、容姿がめちゃめちゃ変わるんだけど、クルス化すると。だから、秀夫はでもクルス化もしてないし、噛まれ、ね、ゾキュン化もしないんだよね。確かに、噛まれたかっていうと、ちょっとあれかなっていうところあるけど、まあ、最初にでも、テッコにね、まあ、歯がないテッコに噛まれたりとかするんだけど、でも、その傷跡っていうか、ずっと、あと残ったままなんだよね。その後も消えないから、それはそれで不思議なんだよね。普通だったら、その歯型ぐらいすぐ消えんだろうとか思うんだけど、歯型、しかも歯がない歯型。ね、それが残ってるから、まあ、だからある意味では特別な主人公というか、まあ、このね、感はあるんだけどね。でもなんか、すげえ孤独な終わり方をするんだよね。まあ、だからなんか人間というものをなんか描いてるような作品なのかなっていうね、感じがするよね。すごいなんか深いですよね。あと結構ね、ネット好きな人とかと楽しめるかもね、結構2ちゃん的な要素が結構多いから、多いというか、出てくるし、後半的にね、ゾキュンが合体した時とか、まあ、クルスも含めてなのかな、あれね。
ね、なんか意識がつながった時のなんか利便性をなんか測るためにその2ちゃん的な掲示板的なものをなんか人がなんかまあそのゾキュンっていうか用意して、そこでゾキュン同士が意思疎通するみたいなのがあるんだけど、うん、でもそれもあるにその序盤のやつが伏線とかになったりとかするんだよね、うん、実際そこで会話してたやつらがあこいつゾキュン化したんだっていうか会話でわかるっていうかね取り込まれてんじゃねえかお前みたいな、うん、ここで会話してるみたいなのやってね。まあ、あんまり内容書けなかったけど、まあ、一応こんな感じかな。あんま大して喋れなかったら、もっとなんかいろいろ言いたいこともあるんだけど、まあ、即興なんでね、こんなもんかなっていう。いや、でもね、とりあえずね、めちゃめちゃ面白い作品でしたね。なんか、うん。すごいね、続きが気になるっていうのもあるし、まあ、ゾキュンの設定とかね、まあ、よくあるパニックものとかで、まあ、このシーン、ちょっと変じゃねとかって思うとこもちょっとあるかもしれないけど、まあそういうのはね、あんま細かいとこ、まあでも、どうなんだろうね。まあ気にする人は気にするだろうし、気にしたい人は気にしたいと思うというか、気にしてもいいと思うんだけど、まあね、あとは場面転換結構切り替わってね、結構だから秀夫がしばらくずっと出てこないから、結構ザラで、本当主人公かなとか思うこともあるんだけど、まあでもいろんな、だから、いろんな視点が本当見れてね、いやだから、あと、まあ、その、なんだろうね。なんか、結構だから、場面の切り替え方とか、伏線の張り方とかがめちゃめちゃ、失礼。お上手だったりとかして。いや、これ本当ね、完成度の高い作品だなと私は思いますね。なんでね、ぜひね、興味があったら読んでいただきたいというわけで。まあ、今回こんぐらいにしましょうか。ちょっと後で、まあ、また第2回があるかわかりませんが、需要がありそうだったらやりたいと思います。というわけで、お疲れ様でした。バイバイです。